はい、どうも、かぼぐそです。今回はね、茂木健一郎さんの東大王への批判に対してコメントします。まあね、もともとは、今年の1月のね、共通テストで、の日に、東京大学で起こった、まあ、刺殺未遂事件ですね。これに、まあね、なぞらえてというか、まあ、これに関連して、まあ、脳科学者と一人、まあ、自称脳科学者の茂木健一郎さんがね、まあ、東大王を含む、まあ、クイズ番組、これを、まあ、規制すべきだみたいな、そういうことを言っています。言っていました。で、この東大王批判もね、結構、まあ、茂木さん昔からやっていて、おそらく今後も続くと思います。でね、まあ多分ね、これもともとはさっきも言いましたけど、今月1月に起きた事件、これをめぐってのまあ主張なんですけれど、これをね、まあ今4月なんですけれど、4月にね、コメントするのは多分僕ぐらいしかいないんじゃないかと思います。でもね、まあおそらく茂木さん自身がまた多分いつか東大王を批判しますので、その時に備えて、まあ備えてというか、まあ、その時のために、この動画を撮っています。でね。うん。まあ、率直な意見として思ったのは、なんでクイズ番組以外の、なんだろうな、競争系の番組とか勝負、これは批判されないのか。まあ、例えばね、スポーツで言えば、オリンピックっていうのがあるわけですよ。で、あれだって1位、2位、3位が決まって、まあ、あるいはメダルを取れなかった人っていうのもいます。まあ、要は、勝負なわけですよ。まあ、あるいはね、これ、好きな人もいる番組な、これはね、好きな人が多い番組なんだけど、格付けチェックってあるじゃないですか。あれも名前からして、僕はアウト。生理的に受け付けない番組なんですけれど、ああいうのは批判されないんですよね。万が一ね、まあ多分、これはちょっと僕は考えに、僕は起こりにくいと思ってるんですけれど、高級車とか高級ワインの価値がわからなかったから、なんかいじめられて自殺したみたいな、そういう事件が起こったとします。そうなったら、格付けを茂木さん批判するんですか？まああるいはね、まあ、これは多分確率が低いから思うんですけれど、実際起こっている現実として、まあ、例えば中学校、高校と、まあ、小中高で、スポーツが、やっぱり勉強に得意不得意があるように、スポーツにも得意不得意があるわけですよ。まあ、つまり、スポーツが苦手な子っていうのがいっぱいいます。僕もその一人でした。で、まあ、そういう人ね、まあ、はっきり言います。ちょっと劣等感抱く人多いんですよ。スポーツができるのと勉強ができるので、まあどっちが、なんだろうな、モテるかっていうとスポーツができる人なんですよね。で、特に高校、中学校、高校ぐらいかな、になると、モテというかね、結構大きな要素となってくるわけです。だからね、スポーツが苦手なやつは、ちょっと劣等感を抱く傾向があると。でも、じゃあその人たちがオリンピックを批判しているかっていうと、少なくとも僕は聞いたことがない。まあもしかしたらオリンピック批判している人もいるかもしれないんですけれど、少なくともね、茂木さんの東大王批判みたいに、なんかニュースになるほどではないかなと僕は思ってます。ね。まあ要はね、茂木さんがなぜ東大王を批判したかというと、要はもともと東大王を嫌っていたと。で、それ、まあ、都合よくというとちょっと語弊がありますけれども、なんだろうな、彼の思いというか、それに合致して、たまたま事件が起こったと。まあ、そうなんじゃないかと考えています。まあ、要はなんだろう、ポケモン GO っていうのが最初にできたときに、一部のね、ヤクミツルさんが、早く事故起こらないかなみたいな。そういうツイートじゃないな。
そういうコメントをしたと記憶しているんですけれど、まあそれと同じですよ。つまり自分の嫌いなもの、自分の苦手なものっていうのには不幸になってほしい。なんか災害とか、人災とか事故とかそういうのが起こってほしいって思ってしまう。まあそういう人がいるわけですよ。ね。茂木さんは、まあ要はそのインスタグラムが若者の精神衛生に与える影響、これを引用して、まあ要は東大王などのクイズ番組が若者の精神衛生に、まあ、害を与えていると主張したんですね。でもその精神衛生に悪いっていうのを理由にしたらね、大体の番組がボツになります。むしろね、個人的になんですけれど、東大王っていうのは東大王メンバーをある程度こういじってるんですね。だから比較的マシな部類に入ると思います。だからもう客観的にね、見えてないんですよね、あの人。これにコメントしている自分が言うのもなんだけれども、あの人のこうツイートとか主張、これをね、なんかニュースにしたり、こう取り上げたりするのはね、誰の得にもなっていない、そんな気がするんですよね。あとね、特に若い人に対してなんだけど、このテレビのね、力って、たかが知れてるんですよ。まあ、基本的に特に最近、年齢別、世代別視聴率みたいなものが現れましたけれども、やっぱり基本的には中高年向けなわけですよ。その若い人って YouTube、まあ、さらに若い人、10代に至っては、TikTok を見るようになっていると。もしね、茂木さんが若者への影響を本気で考えていて、かつクイズを本気で嫌っている。本気で、精神衛生にまず悪いと考えているんだったら、クイズノックを批判するべきなんですよ。で、もちろんね、僕はクイズノックさん好きですよ。でも、茂木健一郎さんの、こう、論理に照らし合わせると、そうなるわけですよ。で、それをしないってことは、まあ、はっきり言います。仕切ってるんですよ、彼。なんだろう。本気で考えてないんですよね。なんでね、テレビへのオルサンチマンなのかな、それとも、こう、茂木さんが、クイズノックよりも、という、個人というか、まあ、グループよりも、テレビ番組の方が批判しやすいと考えたのか、まあ、なんか知らないけど、そういう仕様によるもんじゃないですかね。本当ね、さっきもちょっと言いましたけど、このレベルの人を、ニュースで取り扱うことないんじゃないかなと僕は思っています。僕、基本的に人は批判しません。人の行為を批判することはよくあるんですけれど、人格否定ってあんまりしないんですよね。こうなぜかっていうと、要は人を否定してしまう、人格を否定すると僕の好感度が下がるからです。でも、本当にごめん。茂木さんはね、こんなに考えが浅い人とは思わなかった。これは、ちょっと申し訳ないけれども、言わせてほしい。もうね、呆れ、もう、今回はそれぐらい呆れたと。まあ、そういう話です。今回はここまでです。